ガリシア州内の一レイロは、スペイン、ガリシア州、オーレンセ県の自治体で、コマルカドリベーロに属する。ガリシア統計局によると、2013年の人口は1724人で、基本的に減少傾向にある。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は97.03%。レイロは、オーレンセ県の西部に位置し、コマルカドリベーロに属する。北は、 ボボラス島カルバジーニョと、東はサンアマーロとセンジェと、南はベアーデとカルバジェダデアビアと、西はアビオンの各自治体と隣接。中心地区はレイロ教区のレイロ地区。レイロはリバダビア司法管轄区に属す。人口は旧の教区の37の地区に居住する。6世紀にはすでにこの地に農業を基盤とした共同体が存在していたとされる。 928年には、アルバロ、サビータなどの伯爵によって、アビア川のほとりに、ベネディクト会のサンクローディオ修道院が、建立されている。13世紀には、死闘会に組み入れられ、この時代最も繁栄した。19世紀にメンディサバルの、英体所有財産解放令によって解放された。また、ベラン、ラマス、セランテス、オレーガ地区は、リバダビア伯爵の所有で、 ゴマリス地区はサンタマリアでソブラードデモンシェス修道院に属していた。自治体市長はガリシア国民党のフランシスコ・ホセ・フェルナンデス・ペレス。自治体評議員はガリシア国民党5ガリシア社会党2例ロ無所属グループ1ガリシア民族主義ブロック1となっている。自治体内には6世紀創設のサンクローディオ修道院がある。この修道院は 現在4つ星ホテルとして利用されている。ロマネスク建築としては、ゴシック様式の飾り天外を持つサンタマリアデラマス、3、トメデセランテスの教区教会、16世紀のゴシック様式のファサードを持つゴマリストレボセンデの教会などがある。3部連署でベラン教会は18世紀のバロック建築の教会で、レーロ教区のサンペドロ礼拝堂は17世紀中央の ものである。レイロは旧の教区に分けられる。太字は自治体中新築のある教区。ありがとうございます。